マリシテン塚、ビワ塚あズマ古墳、栃木県内の主要古墳、マリシテン塚古墳は、栃木県小山市大和田飯塚にある古墳。形状は、前方公園墳。国の史跡に指定されている。栃木県では、第3位の規模の古墳で、5世紀末の築造とされる。栃木県南部、重い川、姿川に挟まれた、大地上に築かれた古墳である。古墳は、 前方部を南西に向ける。噴球は自然の微光地を利用して築かれており、噴球上には円筒埴輪が列をなして存在している。築造時期については古墳の形状や出土埴輪から古生期末とされる。本古墳の北方には同じく大規模古墳であるビワズカ古墳があり、共に下付の地域を代表する主長墓とされる。両古墳築造後も、 重い川、姿川間の大地の北方では、下付型古墳と呼ばれる独特の前方公園墳群が営まれていった。古墳域は1978年7月21日に国の史跡に指定され、2002年9月20日に史跡範囲が追加指定された。古墳の規模は次の通り。墳球の周りには幅約20メートルの周防りがあり、一部は二重である。 ビワ塚古墳とマリシテンツカ古墳思い川、姿川間の大地上には6世紀から7世紀にかけて多数の大規模古墳が築造されており、これらは当地の歴代在地主張簿とされる。主な古墳には次のものがある。なお、律令制下に入っても当地一帯は下津家の国の中心部を成しており、付近には下津国府、下津国分寺が営まれた。 ありがとうございます。